ビタミン、ビタミンっていうかサプリか、サプリです。これ飲んでからマジで調子上がってきてます。仕事終わりのいっぱいいただきます。あんまり背大きくないんで、だいたいベスト体重って57キロぐらいなんですよね。前の健康診断の時は60キロいってなかったんですよね。今年ね先週ね健康診断だったんですけど68キロだったっす。10キロプラスされてるっていう、やばくないですか。1年経ってないですよ。しかも多分めちゃめちゃ体重増えちゃったっすね。好きなもの食っていろいろやってるっていうのはあるんですけど、まあ、それでも結構抑えてる方なんですよね。食べるのお酒なんですよ。ちょっと酒の量がねすげえ増えてて、1日に2缶くらいだったんですけど、それが2本半に増えて、で3本に増えて、で3本半くらいで、なんか本当にピークの時はもう休みの前日とかだったらもう普通に5、6本飲んだりとかっていうのが1ヶ月ぐらい続いてたんで、ちょっとマジでね体もね結構偉くてまあ当たり前なんですけど、やばいと思って、酒がねちょっとねマジでねやめれんくて、アルチューってわけじゃないと思うんですけど、なんかね飲んじゃう、いきなりガッてやめるとね反動でまた頭おかしくなっちゃうんで、1本ずつ減らしていってる、ショート缶ずつ減らしていってるっていう感じで、今だいたいあれですよね、ロング缶2本以上はとりあえず飲まないようにしてるというか、飲んでませんね。って言ってもね、やっぱ毎日ほぼ飲んじゃってるんで、飲みすぎっちゃ飲みすぎなんですけどね、1リットルだもんね。けどね前に比べたらだいぶ改善されたんで、飲んだらお風呂入って飯でも食いますわ。サラダ作ってあるんで、ドレッシングとかも自分で調合して作ってるんで、だいぶちょっと体に優しい感じで、まずお風呂だ、眠い、でもお腹空いた、ご飯作ります。一昨日作ったサラダなんですけど、全然いける。とんかつ用豚肉、ちょっとやばいサラダ、こいつを見ながらいただきます。いただきます。うまい。
的にめっちゃこれ飲み始めてからなんか疲れたりとかしててもメンタルが落ちなくなったというかモチベがすごい継続っていうか疲れにくくなったっていうのも結構あるんですけど何が一番変わったかなってなった時やっぱメンタルがすごい継続だるいなとかなんかテンション上がんないなとかなんかそういうのが疲れすぎてても気持ちがなんか結構強くなったというか落ちなくなったっていうなんかそういう感じですね。肉体的疲労とかもだいぶ軽減されてるんじゃないかなとは思うんですけど飲み始めて2週間ぐらいなんですよね。あの評価するのは早すぎると思うんですけどとりあえずね何飲んでるかっていうとレスベラトロールっていうやつですね。まずポリフェノールの上位互換みたいな感じらしく抗酸化作用とかねなんかそういう感じですね。老化防止とか神経とか神経過敏の人とか強くなるみたいな。まず1個イントネーションわかんないんだけどアシュワガンダっていうやつなんですけどこれもなんか神経過敏とかあと抗酸化作用とか炎症とかねストレスとかにもめっちゃいいみたいなんでこれも買いました。買って飲んでます。アシュワガンダでなんか白髪予防にもなるみたいな。もう遅いんですけどなんか土壌が悪いところで育つアシュワガンダ。あ、まあいいやそれは。これなんかねハーブ一種っぽいっす。間違ってたらすいません。でこれビタミンなんですけどいつもと違うマルチビタミンとかなんかそういうの飲んでたんですけど今回はビタミン D3 とビタミン K2 っていうやつですね。僕が一番ね今回重要視したかったっていうところなんですけどこれ何に効くかっていうと太陽とかで作られるビタミン成分よく噂で聞くじゃないですか。太陽こう浴びてビタミンが生成されるみたいな。それのまさにこれ D3 が太陽を浴びて作られる成分なんですけど日本人は明らかに足りてない。特に俺はね引きこもりがちなんで絶対足りてなくってビタミン D3 と K2 ってセットらしいんですよ。 D3 があって K2 がなかったらダメでビタミン D3 と K2 っていうのはなんか摂取するのがすごい難しいみたいですね。サプリメントで補給しようと思って購入しました。太陽を浴びたらこういういいことがあるよみたいなそういうのが全部これに含まれてるっていう感じなんで、まあ、言わずもがなみたいな感じなんですけど、まあ、セロトニンとかね現代人が今足りてないであろう栄養素がビタミン D3 と K2 みたいなんで、はい、これもちょっと飲んでます。今これが一番強いんじゃないかなって思ってます。 D3 と K2 が太陽を浴びてセロトニンで、睡眠とかも改善されたりとかするじゃないですか。今紹介したやつ全部睡眠とかの質を改善する栄養素が全部詰まってるやつなんですけどお酒とか飲むんでポリフェノールとかなんかそういうブドウワインとかめっちゃ体にいいって言うじゃないですか。それのワインとかに入ってる栄養素なんでいいのかなって思います。でこれスペルミジンっていうサプリなんですけどスペルミジンは何かっていうと大豆です。大豆とか豆腐とかに入ってるのかな。大豆です。とにかくオートファジーってなんか聞いたことあると思うんですけどオートファジーにめちゃめちゃ関わる栄養素みたいなんで細胞をね分解した時に必要な栄養素といらない栄養素を分けるっていう機能が確かオートファジーだったと思うんですけど記憶力とか認知機能だったりとかなんかそういうのに効くみたいな。で俺最近結構本当にボケたりとか脳疲労が結構すごかったりとかするんで買いました。買って飲んでます。有名ですよねこれは。はい、クレアチン、まあ、クレアチンはね筋トレしてる方とかすごい重宝されてるやつなんですけど、まあ、とにかく疲れにくくなる体。乳酸だっけ疲れた時にすごいだるいな重いなみたいな体が上がんないなみたいな時の嫌な感覚それってなんか乳酸がすごい出てる、まあ、いわゆる酸化してるっていう状態なんですけどそういうのを抑えるというか、はい、そういう役割をしてて疲れた体を再生する機能みたいなのを強めてくるっていう成分なのでクレアチン、はい、クレアチンはね粉すり切り1杯毎朝飲んでます。 200ml から 300ml の水に溶かして飲むといいみたいなんですけど僕も粉で直接バーってやってもう水
流し込んでみたいな、めんどくさいんで、そんな感じの飲み方してるんですけど、一緒にね水分も取れたりするんでいいんじゃないですか。みんな多分ね60粒から90粒入ってるんで、2ヶ月3ヶ月ぐらいかな、多分持つと思うんですよ。でそれぞれ多分3000円ぐらいで、クレアチンだけちょっと高かったですね。6000円か5000円ぐらい、合計で、まあ、2万円ぐらいで、まあ、2ヶ月分ぐらいだいたい持つよってことなんで、1ヶ月1万円ぐらい。品質もね、いろいろ調べてもらったら分かると思うんですけど、いいみたいなんで、杉薬局とかでマルチビタミンとかなんかそういうのいろいろわけわかんなく買ってたりとかしちゃうんですけど、最近はこういうなんか本格的な感じのサプリメントに切り替えまして、意外と安いな。海外の成分なんですけど、ぜひぜひちょっと自分で調べてみていいなって思ったら、あとは痩せるだけなんで。で今日4連勤目で遅番だったんですよね。日勤遅で遅番で、明日休みっていう感じで4連勤頑張ってきました。で明日休みで次の日は夜勤かけ休みみたいな感じなんで、はい、夜勤やってから体の面でいろいろ改善しなきゃいけないなっていう部分が見えてきたんで、逆に良かったのかなって思いますけど、あのまま行ってたら絶対に50、60過ぎて死んでましたね。あの生活をずっと続けてたら、ちょっとずつ健康意識して長生きできるように頑張ります。そこで死んでも食べよう。お疲れ様でした。